今日はリゾルトの、マエストロ、林さんをお迎えしていいジーンズとはということで核心に迫っていただきたいというふうに思ってます。それで今日はバンドリの青山のバンドリさんにお邪魔してまして、実はあのバンドリさんでリゾルトのジーンズ扱ってますので会員の皆さんぜひ、覗いていただけるとと思います。では早速林さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうですか、いいジーンズ、いいジーンズとは、やっぱりジーンズは皆さん知ってますけどリーバスの501なんですけど、うんうん、あれを日本人が履いたら、うん、お尻が合わないんですよね、日本人ってお尻がやっぱりちっちゃいし、はい、アメリカ人お尻大きいから、はい、アメリカ人のジーパン履いてる姿ってお尻でジーパン履いてるんですよね、はいはい、でリゾルトはやっぱそこからやっぱりお尻、日本人のお尻に合うようにお尻を削ってるんですよ、はい、だからこう見たら分かりますけどベルトなしでずれてこないパンツ、なるほどなるほど、うん、だからどうなんです、なんかお尻が余っててやっぱり子供っぽく見えるんで、うん、まあそうですよね、うん、でジーンズってどんな洋服にも合うと思う、こういうようにジャケット着ても合うし、うん、こういうカジュアルの格好でも合うんですけど、お尻でパンツ履いてたらあのどんな洋服にも合うんで、それが一番いいジーンズとは思います。なるほど、なぜ501が一番いいですかね。元祖やったからですね。元祖やったからまあそれがジーンズとして、うん、まあ、ジーンズといえばリーバスっていう根源からできたから、うん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 、やっぱりそうやろうと思うんですけど。なるほど、じゃあそのやっぱりその、まあ、元になった元祖が一番いいと、うんうん、でそれをその日本人の体型に合わせて林さんなりのちょっとフィッティングにしてということになるわけですか。そうですね、うん、それとリゾルトの場合は、うん、一つの品番710番っていう形は全部レングスがあるんですよね、はい、で普通はジーンズってこう長いやつを着るんですよね、はいはい、丈上げをしてもらって、はい、それって絶対に最終的にテーパードのカーブのところが切れるからここがまっすぐにしかないんですよ。あ結局、うん、ジーンズってもともと作業着やったんですけども、はい、やっぱり日本のジーンズってやっぱりおしゃれに着こなせるジーパンを作りたいなと、うんうん、いう部分でリゾルトはある程度4肩だけで、うん、そうレングスをものすごい在庫が多いんですよ、はい、ウエストに対するレングスが87肩ぐらいあるから、うん、87肩、はい、だからそういう部分では着らずでも着らずにすぐ履けるジーンズって、うん、なんかそれは理想やったんですよね。もともとリーバースの501もウエストに対するレングスが結構あったんでね、はい、うん、なんかそれを再現して作りたいと、うん、なるほど、日本で輸入されたやつがやっぱり そんなにレングスが細かくなかったですから、ないです、ね、501買ってもね、うん、みんなね竹上げしてましたけどね。そうですよね、うん、なるほど、じゃあもうあれですね、一番理想を求めてっていうに行き着いた形。そうですね、うん、それと、うん、もう2010年にブランド立ち上げて、うん、4型しかやってないんですよ形を、はいはい、それをずっと続けていくっていうなんかね、その頑固さっていうのがやっぱり一番好きなんですよ。はいはい、なるほど。そのあれですか、その4型しか作らない理由っていうのはもうその4型以上はないってことですか。ないですね。あ、ない、うん、形としたらね。ああ、じゃあもう、リゾルトの場合は基本的に直営店っていうのがないんですよ、うん、はははは、あの普通のお店で、あの売ってもらってるんですよ、ジーンズ屋さんとか、はい、まあ、このバンドリさんみたいなニットとジーンズを売ってもらったり、はいはいはい、なんかねそっちの方がいいんですよ。直営店を持ったらいろんなもの作らないとダメでしょ。はいはいはい、なるほどね、うん、それはジーパンだけに固執して作る方の方がと思います。なるほどなるほど、うん、それでこのデニムなんですけど、この元々のこれはもう完全にオリジナルということですね。オリジナルですね、はい、まあ元々は、うん、あのパターン的にはリーバスのパターンから日本人に合うようには、うん、あの変えてますけどね、うん、お尻の周りとか、うん、なるほどなるほど、うん、それでそのまずその710っていう品番は、はい、あれですか、一番細いってことですか。一番細くはないですね、ストレートですね。あ、ストレート、うん、だから60年代か70年代の、はい、これですね、うん、あのジーパンですね。あ、60年代から70年代のジーパン。そうですね、だから、うん、一番作業着のジーパンからもっとファッション性がある普通の学生とかが履くようにやった頃のジーパンのスタイルですね。ああ、なるほど、
それで711って、これ僕が今日履いてるのは711なんですけど、これはそれは50年代の、あ、これ50年代、これ生地が薄いんですよ、710に比べたら、これは710は基本的に14オンスぐらいあるんですけど、これは 13.5 オンス。ああ、なるほど。これが710でこれ細いでしょ、これはここもここもありますね、余裕があるんですよ。基本的に作業着なんですけど、これは僕に言うリーバイスで言った50年代の WX というパンツなんですけど、はい、それの子供用の 503BWX というやつからパターンを引いたんですよ。へえ、そうなんだ。アメリカ人の子供ってやっぱりお尻そんな大きいな、はい、子供の頃は、はいはいはい、だからそれのお尻がちっこかったから、そこからスケールアップしたんですよ。へえ、だからこうお尻がちっちゃいんですよ。なるほどね、なるほどね。あれですよね、股上がちょっと浅いですよね。じゃあ子供用やったからそうですか。お腹が出てる人でもある程度、はいはい、はいはい、あ、そうですよね。別になんか問題で最近気になるけど、うん、だけどあれですよね、股上が浅い方が歩きやすいですよね。歩きやすいですね、うんうん、まあでも後ろのここがあるんでね、はい、前はちょっと浅くても後ろでかお尻のここでカバーしてるんで、はい、全然、あの、全然そんなに違和感はないですよ。なるほど。これ、この後色落ちなんですけど、これ僕2年ちょっとぐらいです。笹岡さんのはこれはもうまだまだサラです。サラですよね。で、こ2年経つとこの色なんです。はいはい、林さんのこれさっき伺ったら2年半ぐらいとおっしゃってました。すごいですよね。すごいですよね。頻度ですよね。僕は仕事からジーパン履かないので、はいはい、それとやっぱり6日ぐらい入って1回洗濯してますからね。うん、だからあれですよね、あのこれ前に林さんに伺ったことですけど、同じジーパンで色の落ち具合によってこう何本かこう持つとこう着こなしのこうバリエーションができていいっていう話を伺いました。そうですね、靴は合わせたり上に着るもんで、濃い色は濃い色の合わせ方、うん、ね、薄くなったら薄くなった時の合わせ方、うん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 、で今日の格好なんかもこんな薄いからこんな色着てもいいですよね。うん、そうですね。中にちょっと濃い色着たら、そうですよね、新鮮に見えますよね。うんうん、笹子さんみたいにこう、はい、だったらね、ジャケットの、ね、ね、ブルーのトーンでね、はい、綺麗ですよね。そうですね。なるほど、なるほどね。うん、そしてやっぱりベースとなる一本がしっかりあったら、こう色落ち、まあそのずっとそのままそのジーパンだけで一生いけると。いけますね。同じ形で気に入った形があったらずっとそれを10年後も作ってるブランドが僕はいいなと、それが理想ですね。なるほどなるほど。普通は新しい形ってリニューアルするでしょ、うんうん、はい、形はずっと一緒で作ってるブランド、自分が履いてやっぱりこれ気に入ったなと思って5年ぐらいして、うん、もっとジーパン屋さんに行って、そのジーパンありますかって、いやもうその形は始まってそれと違って、なんかそういうコンセプトのメーカーってなかなかないんでね。そうですよ。だからリバイスの501も最初はこういいなと、何年代のこれはいいと思ったけど、だん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 年代が変わってきて、形も多少は変わるし、キーも変わっていくでしょ。変わってきますね。だからこうやってあのリゾルトみたいにずっと同じクオリティである程度ずっと続けるものを作っていきたいというのが理想でした、ね、なるほどね。僕先日あのちょっとこうレストランに行くのに、こうディナーに行くのに、あの712っていうモデルがあるじゃないですか、はいはい、あれはちょっとこうテーパードになって、ちょっとこうイタリア製のジャケットなんかでもちょっとこうツヤのあるような格好で、で毛羽をあれは焼いてる、毛焼いてるんですよ、ね、あれは防縮加工するためにですよね。毛を生地の状態でバーナーで焼いてるんで、うん、あれはあのすっきり綺麗に見える。そうだからジャケットのスタイルとかそういうちょっとこうジーンズでレストランなんていう時にもちょっとツヤっぽく履けて、なるほどなるほど、あれはなんかこう綺麗な、ね、状態で履くのもいいかななんて。なるほどなるほど。ほんとシーンによって、じゃあまあシーンによってだからあれですよね、うん、品番を同じそのリゾルトの中で品番を変えて持つっていうのも一つですね、うん、でプラス色落ちですね。まあこれなんかも、うん、夏になってこれ暑いですからね、14オンス、これ 13.5 オンスです、はい、ここら余裕があるんで、うん、涼しいですよね。なるほど、ね、この下にあの、うん、あのそ
ビルケンストックのあの草履とか履いたりしても全然様になりますけどね、はいはいはい、こういうものでさ、うん、季節感も楽ですけど、ね、僕もこのね711は早くもうちょっとこう色落ちさせたいでこう素足にこう、あ、そうですよね、こういうローファー履いて、うん、ちょっとこうリゾート感出して履きたいっていう、うん、もうちょっと色は落としたいですね。そうですよね、うん、まあ、あの色はやっぱり履かない落ちませんよまあそうですよねちょっとやっぱり裾ちょっとあれです、少しちょっとこう巻くともいいですか。いや、これちょっと長いからですよ、うん、でこのぐらいの色やったらまくってもいいやろうなと思うだけで、基本的に濃い色はあんまりこうまくりたくないんですよ、うん、あんまりこう靴に引っ掛けたくないんですよ、うん、ああなるほどね。そしたら横にこれやったらスッとこう足が見えるでしょ、はいはいはい、これなかったらこう見えるんでね。あ、そうですね、なるほどね。ほんで靴にクッションをためたら、はいはい、やっぱ足は綺麗に見えないと思うんです、うん、すごくこう洗ってる方の方が綺麗に見えます。なるほどなるほどなるほど、よくわかりました。でも一度やっぱり履いてみないとダメですね。そうですね、バンドリさんの方で履いていただいて、はい、これあの林さん最近本出されまして、うん、ここに今言ったお話よりももっと詳しく載ってますので、あのご興味のある方はぜひ。でもね、公文写真書です。あんまりねマニアックなこと書いてないし面白いですよ。そうですね、すごい読み、すごい読みです。でやっぱり、ね、いいなと思ったこの日本のジーパンっていうタイトルですね、うん、デニムだとかジーンズだとか書いてないのがいいね。ジーパンってね、もともとはあの GI が履いたパンツなんです。そうですよね、うん、だからあの僕らの年代はジーパンって呼んだ、ジーンズとかデニムとか呼んでなかったんです、うん、J から始まらないですね、うん、G ですよね。確かにジーパン、ジーパンですぜひリゾートのジーパン、あの、笹岡さんのところであの扱ってますんで、バンデル青山の方で履いていただけると。よろしくお願いします。ありがとうございました。